続きまして、ご遺族代表として 3.11 で大切なご主人様を亡くされました星美智子様、お願いいたします。本日はおめでとうございます。ただいま理事長さんのお話をお伺いして、本当に優しい気持ちを感じることができました。大変僭越でございますが、ここで一言お話しさせていただきます。鎮魂の鐘のプロジェクトの皆様、地権者の皆様、そしてこの活動に心を寄せてくださいまして、多大なご寄付をくださいました皆様に感謝申し上げます。私などはこの素晴らしい活動に十分理解もできぬままに右往左往していた人間でございます。しかし今ここにこうして参加させていただきましたこと、感謝をしております。この鐘が深山の山頂に建てられますこと、いろいろ活動なさっていることを聞きまして、だいぶ反対をする声を耳にすることがありました。これはなぜでしょうか。今思われますことは、多くの人々がこの鎮魂の鐘への思いがあって、身近に鐘を身近に感じて打ちたいという願いだったんだなということを感じました。この山この山はやっぱり確かに老人の身にはかなり厳しい道です。私も今日は楽々登ってまいりましたが、あとどのぐらい登れるだろうかという感じもいたしております。そして山本町の民話伝説言い伝えの中に亀石伝説というのがありまして、山頂にあった深山大権現様を誰でもが好きな時に拝めるように下の方に下の里まで移すという活動の話が載っております。そして一生懸命引いた牛が石になってしまったという亀石コースに現れている石でございますが、そんなお話があります。しかしこうして山頂に立って思いますことは、この山はこの鐘はぜひこの山の上で響き渡ってほしいなと思いました。津波とともに去った夫はよく風という言葉、流れという言葉が大好きだと言っておりました。そしていろいろと風について、流れについて解説をしてくれましたが、面倒くさいこと言ってるかななんていう感じで聞きましたが、本当にこの山で風になって、震災で亡くなられた多くの魂がきっとこの町を代表する深山の空で吹き渡ってくれるだろうと思います。そして復興を見守って元気に引き渡ることを願っております。この山は宮城県を代表する山の一つであります。そして
たまたま本屋さんで見つけました。小冊子の中で知りました。紹介された58の中の山の中で2番目に低い山、大平村にありますタッコ森のに続いて低い山です。高い山はもっともっとありますが、なぜここが紹介されていたのでしょうか。暖かな温暖な気候、そして眺望の良さ、それから数多い草花に巡り合えることができるという植生について紹介されておりました。そして家族でファミリー登山として最も適している山だと紹介されておりました。これは今後末永く若い人々がそして町外の人たちもたくさん登る山だそうでございます。この美しい音色で震災を語り続けてくれることだろうと思います。本当におめでとうございます。長々と失礼いたしました。